すぐわのサムネ。すぐわのサムネ。今回はチャイルドプレイ紙芝居のサムネができるまでの、制作過程をお送りしようということになっております。まあこれ元絵としてね、本編というか紙芝居本編で使ったシーンを、サムネにしようということなんで、そのイラストをまあ使っているわけですね。まあさすがにね、本編で全く使ってない絵をいきなりサムネに持ってくるのはサムネどこだよって、なっちゃうんでね、そういう風にしようと思って、このチャイルドプレイの紙芝居からサムネをカラーにしてちょっと目立つようにしようかなという風になったわけなんですね。まあこの構図、今書いてるサムネのこの構図自体は映画本編にそのまんまのものがあるわけではないんですよね。似たようなシーンはあるんですけど、これと全く同じ構図はなくて、なんとなく流れ的にね、このチャッキーが、悪いチャッキーが目覚めてというか、なんていうの、お母さんにこう悪いチャッキーが見えるようになって、でそれを恐れてこう押さえつけてるっていうシーンが、あらすじとして欲しかったんで、いくつかのシーンを混ぜたというかね、これはね、そんな感じの絵なんですけれども、まず、今はサムネ用に下書きを書き直しているというところですね。まあこのなんていうんですか、チャッキーのこの怖いやつがただの線画だとね、なんかいまいちですよね。これやっぱ色が塗ってあって初めて生きてくるシーンかなっていう気もしますけど、あ、この手ね、手はチャッキーの手はちょっと幼い感じというか、お人形感を出して、あまり関節とかをしっかり描かずにですね、ゴツゴツせずにこう子供の手みたいなね、そんな感じで描いてますね。でこのほっぺのこのなんていうの、アンパンマンのここみたいな、あんな感じのがこうほっぺにあって、でお母さんの髪の毛もね、紙芝居ではただの髪の毛だっていう感じだけだったのを、髪の毛の流れとかそんなものを描いたりしてね、このインバイ女が俺とファックするかと、書いてありますけどね、恐ろしいチャッキーさん恐ろしいですね。でこのやっぱ唇とか歯とかこの辺りもね、なかなか描くのは勇気いりますよね。ほうれい線とかね、なかなか難しいですよね。で下書きが終わって線画になっています。普段の僕の紙芝居ではペン先がですね、一定の太さなんですね。いわゆるなんていうの、サインペンというかマジックペンみたいな、ボールペンみたいな、ボールペンは違うか、サインペンみたいなね、こう一定の太さの線で書いてるんですけど、サムネに書き直すにあたりですね、筆圧調整ができるように線の太い細いがね出るように、調整して書き直しているという感じですね。ほうれい線、ほうれい線も一応書くんですけど、全部はね線では書かずに色で表現しようというふうにしているわけですね。でチャッキーの手はちょっと幼いというか、おもちゃ感というかね、こうニュワンニュワンってこういう感じで描いてるのに比べて、お母さんの手はもうちょっと、まあ、本物っぽくというか、そういう風に描いて、まあ、差を出そうとしてるというかね、そんな感じですね。さあ髪の毛、チャッキーの髪の毛は、まあ、チャッキーお人形なんで
このなんていうんですか、あんま流れがないんですよね、髪の毛自体に。油、人間って髪の毛油がついてて、それによってこう髪の毛流れが出て、手ぐしとかでサッてやったらサッてなるみたいなね、そういうのがあるわけですけど、チャッキーは人形なんで、そういう何、例えば整髪料とかそういったタイプのこの髪の毛はないわけですよね。植毛しているのをそのままこうパッパッパってただ髪の毛がついてるだけみたいな、そんな感じなんで、そういうのを意識してですね、例えばこういう風に髪を振り乱したらサランっていう感じで髪の毛が流れるんじゃなくて、サッサっていう感じでわかりますね、サッサっていう感じで、髪の毛はあるみたいなね、そんな感じですね。だからお母さんの髪の毛はこう流れるようにふわふわっていう風になってるのに対して、チャッキーのはシャッシャという感じ、あの呪いの日本人形みたいな感じ。呪いの日本人形でね、あんまウェーブかかってたりとか綺麗な感じないじゃないですか、こうね伸びっぱなしみたいな、そんな感じの髪の毛をチャッキーもしてるんで、そういうのを一応書いているわけですね。でまあ紙芝居の一場面を切り取ったという体でやってるんでね、このインバイ女は俺とファックするかとサムネでも書いてあるということです。さて色塗りになりましたね。スグワの色塗りの仕方はですね、まずこの塗る部分の明るい色を全体的に塗ると、明るい部分で使う色ですね、一番光が当たってる部分というか、そういった部分の色をまず全体的に塗って、その後影の部分をこうやって一番濃い色、一番濃い影が出る部分を影を塗ってですね、でその中間色をこうなじませながら整えていくみたいな、そんな感じでやってますね。僕別にね、誰かに絵を教わったりとかそういうことしたことないんで、完全に独学なんで、そのやり方は間違ってるとかそういうのあるかもしれませんけど、完全にね独学でやってるんで、ね、でこの眉毛の下のこの彫りの部分、ここチャッキーくん今恐ろしいチャッキーなんで、ちょっと深めというか、濃いめに影を塗っていますね。で一応このほうれい線、ほうれい線ってこのほっぺのね、頬骨のところに沿ってあるわけで、そういうところも意識してですね、一応ね、ほっぺのこのお肉とか、その下にあるこの骨とかね、そのあたりをなるべく意識しながら影を塗っていこうかなというふうにやってますね。お、髪の毛になりました。髪の毛の色を迷っております。いや、やっぱねデジタルなんで、ちょっと塗っていや違うなってなってもね、アンドゥできるんだね便利ですね。紙芝居ではアンドゥができないんですよ、あれね。書いたのをそのまんま録画してるんでね、これアンドゥできるっていうのはいいですね。で一応やっぱこう髪の毛の流れに沿って色は一応塗ってですね、いくわけです。でこのいらない部分を消すっていうのもやっぱデジタルの楽なところですね。はみ出して塗っても問題ないですからね、いいですよね。でこれ色塗るとき、僕は水彩っぽいのを描きたいなっていうふうに思ってるんで、あんまこのなんていうの、アニメのセル画っていうか、デジタルのねアニメのあの絵みたいな感じで、あまりきっちり塗っちゃったりはしないですね、僕のこのサムネの場合はね。なるべくこう塗ってる感を出すみたいな、水彩で描いてますよ感を出すみたいな、そんな感じでやってますね。さて髪の毛の濃い部分、暗い部分というか後ろの部分ですね、これを今描いております。ここもあんま水彩感を出すというかそんな感じですね。
でついでにこう髪の毛の流れに沿って、濃いところ明るいところみたいなのを出す感じで、ね、適当にこうペッペッペーとペッ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 ペーと書いてるわけですね。まあ、たまにこの濃い鋭い線があったり、にじんでね、ぼやかした部分があったりとか、いろいろするとそれっぽくなるかなと。今髪の毛見ました？ハイライトを塗ろうとして、なんとなくこんな感じかなって言ってやってるけど、やめたってやっております。菅くんは、あ、白目を塗っております。白目はね、白いまんまじゃなくて、ある程度なんかくすんだ色っていうかね、その辺を塗った方が目っぽい感じがしますね。本物の目っぽい感じがね。で、目ん玉はですね、チャッキーくんはお人形なんでビー玉感を出すということで、今気づいたんですけど、この、向かって左側、下手側の目の内側塗り忘れてますね。これね、白いまんまですね。やっちまいましたね、残念。さあ、口の中になってます。ベロを塗ってるわけですね。ここ境目、口の奥とベロの境目はちょっとぼやかした感じにして、ベロ自体もちょっと何、雑というか、このなんていうんでしょう、ぼやかした感じで描くと結構本物っぽい感じに見えますね。だいたいね、それっぽく見えるようになればいいやって僕は思って描いてますんで。さあ、お母さんの手を描いてますね。お母さんの肌色は、チャッキーくんの肌色よりも多少白目というか、そんな感じにしていますね。やっぱお人形と人間と差を出したいというところがあるんだね。で、肌色を塗って、その後濃い影の部分を塗って、でその中間をいい感じになじませてやっていくという感じですね。なるべくこのチャッキーくんとくっついてる部分は濃く、やっぱね、どうしたって影になりますからね。こんな感じで描いております。ペッ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 と、まあ立体を意識しながら。手はね、この厚みがありますんで、その厚みをなるべく考えながらね、描いて、腕の影に描いて、ね、あ、さらに黒く、ちょっとなんか足んなかったんですかね。もうちょっと濃くしたいなぁと、特にチャッキーと触れてる部分はちょっと濃くしたいなぁと思って影を追加しましたね。さあ、チャッキーくんのサロペットの色付けになりました。サロペットって何て言うんでしたっけ。サロペットは、何て言うんだっけ、つなぎみたいな、これあれ、サロペットって何て言ってたっけ、昔の人は。あ、止まっています、絵が止まっています。ここね、多分録画が失敗してるんですね。なぜか知らないけど撮れてませんでした。で、あ、こうやって急に、あ、こうやって急に濃い色が塗られた状態になってしまいましたね。一応なんとなくね、このお母さんの顔を押さえている手の影みたいのがこのサロペットに映っているというところもありますね。で、全体的にはこの横にこう筆を走らせている感じがありますよね。これはチャッキーくん服がぴっちりなんで、ぴっちりした服ですよ感を出すために横に筆を出してるっていう感じですね。で、これはシワですね、ジーンズのシワ。シワも適当にですね、全部適当なんですけど、僕の絵は濃い部分でシワを描いて、適当にペッペッペッとシワの流れを描いてですね、で、その濃い部分のところになんとなく影をつけて、そしてその上にハイライトを引っ張ると、そうするとあら不思議、
シワができると。ちゃんとなんか硬いね、ジーンズのシワみたいな感じに見えますよね。硬い素材にできてるシワにちゃんと見えてるのが偉いですね。で今これは、ステッチ部分ですか、こう縫い目の部分をねちょっと濃い、明るい目立つ色で描いてますね。実際こんなに明るい色でステッチあったんでしたっけ、わかんないですけど。あ、でこれはボタンですね。これ見てください。後でも多分出てきますけどね、このサロペットの肩紐がね、このカビテッカは向かって、右側の肩紐がね浮いてんですよね、空間にね。ちゃんと下の何服にくっついてないんですよね。外れちゃってんですよ、ボタンが。やっちゃったなーっていう感じになりますね。さてこの忙しいですね。服を描いてますね。これはトレーナー、3色ボーダーのトレーナーを描いています。めんどくさいですね。3色ボーダーの服はめんどくさいです。でこうやって見ると僕この服のシワとかあんま意識せずに描いてますね。で、赤いのを描いて、これで合ってるんですかね。赤青青赤青赤青青赤青、あ違う、赤青青赤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 青、んこれいいのかな。適当に描いてますね。スグアは適当に描いてますね。で胴体部分のところもね、横ボーダーなんですね、こっちは。ですのでそこのボーダーもなんとなく色を塗っているということで、まあこんなもんでしょう。いい感じじゃないですか。ああ、白か、3色なんでね、白も描いて、白を描いているついでにこのボーダーのラインのヨレヨレを整えているという感じですね。ピッピッピと、なんとなく綺麗になればいいやという感じで描いております。お母さんの髪の毛になりました。お母さんは金髪ということで、それっぽい色をシャ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 と描いているわけですね。ということはもう次は濃い色が来るということですね。濃い色、濃い、おー来た、よかった。先に明るい色を描いて次濃い色描くんですよって言っときながら違うことやったらどうしようと思いましたよね。ちゃんと明るいのを描いてから濃いのを描いています。まあこれも適当ですね、なんとなくこんな感じで。でハイライト、あ、色が気に食わなかったようです。なんとなく適当にパッパッパとハイライトを入れて、あ、影です。もう終わりの方でしょう。これは影を塗っております。これは全体に対して影をそのまま入れちゃってるんで、多分、レイヤーは一番上で全部に当てはまるように多分描いてる感じですね。まあ濃いとこ薄いとこ描いて、まあ、顔のね近い部分とかこういうところは濃く描いて、そうですね。あ、こうやってついでにね、このシワが際立つように影も塗ってという感じですね。あ、ほっぺのところにとか顔のテカリをピッピッピッと入れて、お人形ですからね。あ、唇か、唇を描いております。唇描くのはね結構勇気がいりますよね、唇ってね。こういうの描くとなんか変な感じに見えたりもするけど、これはいい感じになってますよね。あ、これが異空間に浮いてるねということで。くっついてないっすよね、あれがね、ズボンに。でこれをサムネにしますということで、これでチャイルドプレイのサムネが完成したということになるわけですね。まあ返す返す悔やまれるのはこのチャッキーの左肩向かっ、この画面から向かって右側、カミテッカーのこのね肩掛けの なんていうんですか、あれがねズボンにくっついてないっていうのがね、
悔やまれますね。これがもっと内側に、斜めに内側に入んなきゃいけなかったんですよね。残念。ということで、今回から始まりましたスグワのサムネというシリーズですね。こんな感じで、まあこのチャイルドプレイからね、サムネがカラーになったということがあるのでですね、このお絵描きの制作過程の動画を別個で上げようかなというふうに思っております。なんでこれ急にこんなことしようと思ったかというと、やっぱねサムネは大事だよというのがあると思うんで、過去のね僕の紙芝居動画もサムネをこのカラーに直していこっかなというふうに思っているんですよね。ですので、まあ何も言わずに勝手に変えるのもあれかなと、急にねサムネをあれかなというのがあるんで、まあもちろん新作もサムネの制作過程をこうやって、まあ別個の動画としてね上げるし、加工紙芝居の動画もサムネを書き直す過程を動画にしてあげていこうかなというふうに思っております。だから例えば2001年宇宙の旅のサムネを変えたりするわけですけれどもね紙芝居の本編で使ってない画像がサムネになるということになっちゃうんでね、多少心苦しいところがあるんで、だからサムネの制作過程の動画を上げて、いやこのサムネはこっちの動画にありますからっていう言い訳にしようと、いうふうに思っているわけでございます。ということで、スグワのサムネという新シリーズ、不定期更新になると思いますけれども、まあ、新作のサムネ、新作の紙芝居のサムネの回だったり、過去の紙芝居のサムネの回だったり、していくわけですね。ぜひこっちのシリーズもね、まあ暇つぶしにでも見ていただけたらなというふうに思います。それでは皆さん、チャンネル登録、いいねボタン、ツイッターフォローよろしくお願いいたします。お絵かきをしていると時間を忘れてしまうスグワ過労でした。それでは皆さん、見てくれてありがとうございました。さようなら。どん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 動画上げていくんで、他のもぜひ見てくださいね。よろしくお願いします。バイバーイ。あー、オーバーオールか。はいはいはい、はい。